山際大志郎は、日本の政治家、獣医師。自由民主党所属の衆議院議員、経済再生担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、新しい資本主義担当大臣、新型コロナ対策、健康危機管理担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府大臣政務官、経済産業副大臣、衆議院内閣委員長を歴任。 東京都出身。現住所は、神奈川県川崎市宮前区木沼一丁目。神奈川県立湘南高等学校、山口大学農学部獣医学科卒業。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程に進学し、1999年に獣医学の博士号を取得した。2002年、中田博士衆議院議員の横浜市長選挙への、 出馬による辞職に伴い実施された神奈川パック補欠選挙に自由民主党公認で出馬したが無所属の枝田健二に敗れた。2003年の第43回衆議院議員総選挙では神奈川18区に国替え。選挙区では民主党の日高剛に敗れたが重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し初当選した。当選後山崎派に入会した。 2005年の第44回衆議院議員総選挙では、神奈川18区で民主党の日高に比例復活を許さず、再選。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、神奈川18区で日高に敗れ、比例復活もならず落選した。2011年6月、所属する山崎派の幹部である、天利明が立ち上げた最高日本に、 落選中の現職ながら参加した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、神奈川18区で日本未来の党から出馬した日高や、鹿児島国区から国外してきた民主党の網屋、新助を破り、国政に復帰。選挙後に発足した第二次安倍内閣では内閣府大臣政務官に任命された。また、石原信明の山崎派継承に伴い、 石原派には参加せず離脱した。2014年9月3日、第2次安倍改造内閣で経済産業副大臣に任命。同年の第47回衆議院議員総選挙で4選。2016年、衆議院経済産業委員会筆頭理事に就任。同8月自由民主党副幹事長に就任。2017年2月、甘利明と、 あまり側近の他の神奈川県を地盤とする議員3人らと共に麻生派に入会した。同7月、三原朝彦議員とオマーンを訪問し、斉藤三つ特命全県大使らと、スナイリ賞交渉と意見交換を行った後、住友商事幹部らとあるグブラップ事業の視察などを行った。同年の第48回衆議院議員総選挙で合戦。 同11月衆議院内閣委員長に就任。2018年、自民党選挙対策委員会事務局長に就任。2019年、衆議院予算委員会理事、自民党政務調査会会長代理に就任。同8月 TICAD7 で、レソト王国やコモロ連合国などの首脳と会談。同11月シテックス中電とラウンジで、金沢大学の山崎学長と、 大学教育などについて対談。2020年2月3日、予算委員会で成長戦略、大学、民間企業の研究開発費について質問。同3月2本、太平洋島初国有興議員連盟として、太平洋島初国への新型コロナウイルス対策に関して財務省に申し入れ。同5月知的財産戦略調査会として菅官房長官。 竹本大臣に提言申し入れを行う。同6月予算委員会でデジタル政府推進や国際秩序がコロナによって変化する中での日本の役割、立ち位置について質問2021年2月22日予算委員会で2050年カーボンニュートラル実現に向けて政府の取り組みエネルギー政策について質問。2021年10月31日 第49回衆議院議員総選挙で6選。ありがとうございます。